帯広競馬場の夜空に重賞ファンファーレが響き渡りました第49回入江記念3歳王者決定戦10頭飛び出しました3番のブラックエースがまず上がっていきます左右1番のアーモンド軍神一戦です俺はチャンピオンもいきます第1障害各馬すんなりとクリアしました 十両6 9 0キロの道の世界さあ3番のブラックエースそれから北野裕次郎止まります8番の俺はチャンピオン2冠目を目指します真ん中から5番の金鶴森内刻みながら進んで J コマンダー外から浜野大魔王10番の高守派レガシー内2番のバンューブラック ほとんど一段の状況3番のブラックへ先行します最内1番のアーモンド軍神、4番の金澤大魔王5番の金鶴森内一戦8番の俺はチャンピオン刻みながら各場第2障害手前に来ました前半59秒で来ていますさあ番稽ポイント第2障害ですまず8番の俺はチャンピオン動いた4番の金澤大魔王 7番の J コマンダーも上がってくる690キロさあ何が上がってくるかぐいっとぐいっと8番の俺はチャンピオン先頭でクリアですさあ2番手どうか6番の北野雄二郎下った10番の高手派レガシー3番手7番の J コマンダーは4番手その後5番の金鶴森内4番の金沢大門を下っていきます さあまもなく残り3 0ル8番の俺はチャンピオン戦闘一馬身のリード懸命に6番の北野裕次郎を追いかけるそれから10番の高主派レガシーうーんと俺はチャンピオン詰まった内から鋭く4番金沢大門外から10番高主派レガシー残り10ここで6番の北野裕次郎一馬身抜けている2番手8番俺はチャンピオン内からじわじわーっと4番の金沢大門を差を詰める俺はチャンピオンまた詰まった最後どうか金沢大門か。 金沢大魔王北野裕次郎2着8番の俺はチャンピオン敗れましたその後に10番高守派レガシー今詰まって入選しびれる一戦でした勝ちましたのは4番金沢大魔王です差し切りました 4, 4番の金澤大魔王重賞制覇ということになりました夏の千ー賞の勝ち馬、金澤大魔王そこからなかなか結果が出ない時もありましたが今日は見事な勝利。 北欧3区特別は3着と敗れてヤングチャンピオンシップ出走権がありませんでした4番の金沢大魔王入江記念見事な制覇です2着6番北野裕次郎一旦は抜けたかに見えましたが最後は4番金沢大魔王の差し切り勝ち 第障害最初に超えてきた人気8番「俺はチャンピオン」ゴール前何度も苦しくなりました「俺はチャンピオン」は3着勝ちましたのは4番金沢大魔王です金沢ブラック3区嬉しい重賞制覇ということになりました金沢ブラックダイヤローズという決闘